これよくね、入信する人、献金する人が悪いじゃないかと、山のこんなほっといたらいいじゃないかという人いるんですよ。でもね、子供には罪ないでしょう、子供には。今日も朝から傍聴にお越しになっておられますが、小川さゆりさんも声を上げておられます。両親と事実上も今断絶状態ですよ。でも本当はみんな家庭円満に暮らしたかったわけですよ。それを壊したのが統一教会なんです。これで全て網羅されているわけでは当然ございません。この法律で終わりにしてはならないと思いますので、総理も同意いただけますですね。法律の解釈のさらなる明確化、相談体制の充実等により法律の実効性を高める努力を続けていきたい。どうかこれからも私たち被害者がいること忘れないでほしいです。そしてこの課題が残っている部分をどうか忘れずに、これからも議論を続けていただきたいです。安倍一味、最低の人間です。統一教会とグルで国賊です。豚うんこよりも悪臭です。わきまえて対応しましょう。知らんの帽子がほらら叩いてちゃんちきおけさおけさせつまややる